エースコミックチャンネル。余裕のある彼氏でいたいのに。宇治宮さん相変わらずモテるな。最近はちょっと雰囲気が柔らかくなったとかって言われてるぞ。いいことだね。ああいうのを見るとやっぱ来るのももやったりすんの？付き合いたてでもないし、さすがにそこまで小さいことに反応したりしないよ。スミレも慣れてるだろうし。うん。ところで話は変わるんだけど、今スミレと話してる男の身元わかる？本当に話変わってる。身元って多分システム部の井上さんだけど。その後ろ？営業のミスミ。メモしとる。あれは清掃業者の川辺さんだな。あんな年配の人も警戒すんの？ごめん、今のなし。これってスミレを疑ってるみたいだよな。そういうわけじゃないのに。余裕のある彼氏でいたいけど、スミレのことになるとダメだ。格好悪い自覚ある。ああ。でも藤宮さんはお前のそういう重いとこも好きなんじゃねえの？重い。それに恋人が自分のことで余裕なくなってんの見て嫌な気分になるやつなんていないっしょ。うん、そんなもんかな。あ、で話変わるけど、あいつ誰？だから話変わってねえよ。クレノの苦悩は続く。彼氏にいつもと違う呼び方されると照れる。スミレ、そろそろお風呂入ろう。お湯沸いたよ。スミレ。あ、動画見てるのか。聞こえてないな。スミレちゃん、お風呂の時間ですよ。今日の入浴剤は柚子の香りだよ。すみれちゃん、新鮮だった。クリスマスまでに痩せたい彼女1。すみれはクリスマス何食べたい？フレンチ、イタリアン。そろそろお店予約しなきゃ。ね、お家でもみじくんのご飯が食べたいな。あ、任せて。せっかくだしコース料理風にしてみよっか。昨年のケーキ、美味しかったよね。ピスタチオとチョコの。美味しかった。今年も頼もっか。デートプランも決めないとね。プレゼントは何にしようかな。昨年見たイルミネーション、綺麗だったな。今年のクリスマスも楽しみ。その日の夜。クリスマス前になって体の異変に気づくスミレ。このお腹はまずいと危機感を抱く。クリスマスまでに痩せたい彼女2。やっぱり見たことない体重だ。なんで思い当たることなんて。スミレは美味しそうに食べてくれるから作りがいがあるよ。おかわりいる？お腹空いたの？つまめるものを作ってあげるね。スミレ、フィナンシェ一緒に食べる？料理上手&アマト2人分買ってくる。納豆性相手。完全に幸せ太りだ。もみじくんは運動してるし太りづらい体質とも言ってたもんね。ジョギングに連れてってもらう？朝は苦手。同じジムに行ってみる？ジムか。となれば、もう原因をどうにかするしかないよね。食事制限しよう。不安。そうと決まれば、早速もみじくんに相談して、ご飯の量を。あ、今日の夕飯作りすぎちゃったから、たくさん食べてね。あと、おやつにエクレアがあるよ。は？翌日。母さんがいい肉くれてさ、今日はすき焼きにしよう。は？翌々日。北海道土産のお菓子もらったよ。お食事券もらってお隣からお裾分け。ねえ、こっちはまた増えてる。抗えない藤宮すみれ。
私って本当ダメだ。こんな調子じゃクリスマスまでに痩せられる。スミレ、どうかしたの？この体重。もみじくんに見られた。クリスマスまでに痩せたい彼女さん。この体重。見られた。太っちゃったけど、キロ増えてるけど、クリスマスまでには元に戻すから。トフ、いや、俺と一緒に食べたものがスミレの体を作ってる実感が湧いて感慨深いな。でも私、体重だけじゃなくてお肉もこんなについちゃったんだよ。俺は気にしないけど、揉み心地が良くなっていいじゃない。もう、しまった、気づいてないふりすればよかったな。ちゃんとダイエットするから。無理なダイエットは体に悪いよ。気になるなら今日から糖質制限メニューにしよっか。おやつとか控えて。一緒にお茶できないの俺寂しいな。でも、スミレは何か気がかりなの？だってクリスマスはもみじくんにいつもより可愛いって思ってもらいたかったの。クリスマスまでに痩せたい彼女4。俺にいつもより可愛いって思われたくてダイエット計画してくれてたの？アサギさんに相談してね。他にもこっそり準備してたの。メイクのこと、美容部員さんに教えてもらったり、美容院に通ったり。でもダイエットは、これじゃむしろいつもよりお恥ずかしい。かわいすぎる。最近帰りの遅い日があったのってそういうこと？不慣れなところたくさん行って緊張したでしょ。ちょっとだけ。ダイエットも始めようとしてたんだ。失敗しちゃったけど、というか未遂。失敗だっていいんだよ。だってそんな話聞いちゃったらもう俺。クリスマスの日のスミレが 200% 可愛く見えるに決まってる。反則だよ。もみじくんフィルターだ。反則じゃないです。でもお願い、ダイエットはやめにするか無理のない方法に変えよう。スミレには美味しいもの食べてニコニコしててほしい。俺のわがまま聞いてくれる？私、そのうちお相撲さんみたいになっちゃうかも。貫禄あるスミレもきっと可愛いよ。ところでフルーツ大福があるんだけど、一緒に食べない？食べる。二人のクリスマスは今年も無事楽しく終わり。私気づいたんだけど、もみじくんと食べるもの全部美味しいのがダメだと思う。それは困った。その後スミレは数ヶ月かけて無理なく体重を戻した。クリスマスまでに痩せたい彼女おしまい。当日のスミレは 2000% 可愛かった。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、コメントも待ってます。